お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの超高価デッキ、まあ、小物を大量デッキね、やっていきたいと思います。さあ、というわけでね、なんかもうすんごそうなデッキですね。もうとりあえず物量、まあ、数が多いと、まあ、いうデッキなんですが、まあ、ここ最近ね、陸系の戦術もねすごい増えてますので、まあ、陸系豊富すぎるんでね、まあ、今流行りにはねすごい強いんじゃないでしょうか。そしてこれでね8000いってるプレイヤーもいます。なのでちょっとネタデッキみたいに見えるかもしれないですけど、もう全然強いですね。はい、もう数が相手止まんなくてびっくりすると思います。さあ、というわけでやっていきます。で、これスケキンがすごいいい味出すんですよ。で、まあ、スケキンなかったらメガナイトでも全然いい役割にはねなると思うので、ちょっとメガナイト型でもねやってほしいですね。で、基本的なまあ攻めはスケバレと、あとはゴブドリか、まあですね、まあ、ゴブドリはね結構宝石と言ったら施設枠で被るっちゃ被るので、まあ、結構攻めカードとして、はい、使っていけばいいかな。で、墓石置いて、墓石がないターンに、まあ、バルーンの誘導であったりとか、陸受けしたいなってなったら、まあ、ゴブドリ使うなり、まあ、施設2枚をね、こう、攻めでも防衛でもうまいこと使えると、激アツかなと思います。さあ、というわけで、いや、ちょっとなんか、めんどくせえな、相手のトリトン。俺の墓石のせいで溜まっちゃってんな、ユニットが。さあ、ですが、全回収ですね。おトリトンバグッ、今なんか、バグったような気もしたんですけど、これやばいっすね。さては、めっちゃ暇だ。めちゃくちゃ暇なんですけど、さあ、スケキンのスキルが思ったより強くて、さあ、アチャクイを倒してくれる。いや、スケキン地味強だからな、マジで。が、相手今、ウッド使いましたよね。ウッド使ったっすよね。ウッド使ったら、マジこれ止まんないよねっていう。いやね、マジで、アホみたいに小物いるんですよ。でも相手がライトニングなのか、ファイボなのかわかんないですけど、これ、終わったっすよ、結構。LSP 使ってんで、ファイボじゃなかったライトニングだったら倒れます。さあ、ナイス。いや、これ、マジで、ウッド LSP とかにも勝てるの、マジやばいっすよ。もう、多すぎるんですよね。ね。さあ、これも別に、スケバレで、これ、なんかね、突破されても、僕、スケルトン部隊あるんで、突破されないんですよね。いや、もう、数だけは一丁前。でも、この数が、さあ、強いっすよね。さあ、こっからは、相手のロイジェイですけど、墓石スケブ、まあ、ゴブドリアウトロー全部ウッド使いたいですからね、相手は。で、あんならスケキンのスキルもあるので、これイモレルっすね、多分。お、相手来そうですね。さあ、アウトローとかで出しながら、ウッドね、ウッド使いたいんじゃない、使いたいんじゃない。さあ、ウッド使っちゃったらもうね、はい、突破できませんよね、これ。で、LSP も使ったので、ここのコウモリもね強いですね。うん、LSP 使うまではコウモリ出さなくていいですね、僕は。で、さあ、スケバレ飛ばして、これでね、もう壊れる瞬間にスケキン出してあげれば、全回収です。ウッド枯渇枠増やしてあげてね。いや、これやばくないですか？マジで。結構ね、これ、LSP 来るまで使わないってさっき言ったんですけど、使っちゃった。まあいいや。さあさあ、壊れてんじゃないかぐらい、普通に強いと思ってますね。よいしょ。さあ、スケバレもね、落下ダメですらうざいですから、この、まあ、このデッキ自体、確定ダメージみたいな、確定ダメージというか、大きな削りがないんですよ、その、おめっちゃ削るんなんすけ。その、ファイボとか、ライトニングとか、ディガーとか、そういうのはないんですけど、スケバレの落下ダメージと、あとはゴブリンドリルですね、もう生まれた時のダメージがあるんで、まあ、一応、最後の最後の削りも、ま、なんとかなるよねっていうので、結構ね、強い説があるんですよね。そのナイス。で、こういうデッキをね、多分、紹介すると、まあ、よく多分来るんですよ。ウィザードとかどうすんのみたいな、まあ、範囲系ですね、ビビドラとか。まあ、そういうのも、しっかりウィザードとかがタワーを攻撃してから、コウモリであったり、まあ、ウィザードをスケキンで竹取ってからの、スケルトン部隊であったりだとか、まあ、ウィザードの正面に小物系出しても、結局は突破されちゃうので、ダメージを受けてもいいので、遅れてであったりだとか、何かで硬い系でターゲットを取ってから、まあ、出すっていうのが、本当にね、小さなことなんですけど、大事ですね。その時のタワー2、300とか、まあ、4、500受けるかもしれないんですけど、受けてでも、そうした方がお得にはなりますね。後々ね。うん。いやー、インドラちょっと嫌ですね。インドラエレキ、ダクプリ、何のデッキですかね、これは。さあ、墓石でいいのか。アウトローでもいいんですけど、ファイボーはやめてほしいな。さあさあさあ、いや、小物にね、頑張ってもらいながら、いや、小物優秀。さらに、これよ。両サイね。これ、うざいですよ、絶対。まあ、タルババとエレキ持ってたのがちょっと厄介ですね。
お、あー、空振ってるかもって。これガールか早いで。ガール、攻撃速度がね、前のバランス調整で上がったので、そう、激強なんですよ。いやー、気づけば俺の方がリードしてる。で、ラムライダーの、まあ、受けもちょっと大変そうに見えるんですけど、まあ、墓石、あとゴブドリですね。一応2個あるので、あとはスケルトン部隊とかで、まあ、突進される前に溶かすとかですかね。これマジアチェ来たら嫌だな。うん。マジアチェじゃなかったら全然いいや。さあ、これ。あ、待って、スケキンにタゲ行く前にやりたかったんですけど。さあ、矢の雨来る。まあまあまあ。矢の雨？あれ、タルババあったよな。ちょっと、なんかいろいろないっすか？なんか結構範囲デッキっすよね。範囲デッキに矢の雨普通に嫌なんですけど、これ勝てたらもう十分でしょ。さあ、墓石置きましょう。墓石でさ、これ蓋してあげた方がいいっすね。よいしょ。でこの墓石の助でラモンを溶かせるよねっていう。あとこれ逆サイちょっとプレッシャー与えていくか。俺これ絶対うざいでしょ。でスケキンのスキルもしっかり使っていきましょう。左目がないとくんのかな。でも右も相手からしたら、あ、矢の雨使う。おはみ出てる、はみ出てる。さあ、スケバレ飛ばして。いや、なんかね、これ、全体的にコスト低いから、端前とか、ユニットどんどん出したい人からしたら、めっちゃいいデッキかもしれないな。で、これもまあ、スケキン出しとけばいいでしょっていう。で、メガネできたんで、まあ、軽く攻めてあげるよね。軽くどころじゃねえかもしれんけど。でさ、こうスケキンのスキル使うと、意外とね、メガネと溶かせるんですよね。で、右サイドは、まあ、一応アウトロー出しておけば、ダックプリも受けれるでしょ。あ、あのメガネちょっとやばいね。ちょっとやばいねって思うじゃん。さあ、ゴブドリです。緊急回避の。なんなら墓石もあるんだね、僕。これで、ダブル施設で、あれ、矢の雨使ったんで、このターンはもう絶対守れますね。よしよし、絶対？ちょっと怖いですね。さあ、こういうのも、ちょっと落ち着いてね。矢の雨持ってるんだね。うっ、待って、やばい。なんで？ちょ、待って。バカがおる。バカがおるぞ。あ、でも、200まで削れてるんで、さすがに耐えれそう。さあ、スケバレ、これ、落下ダメも相手入れたくないんでね。あ、キャッ。さあ、というわけで、いや、なんか、怖いっすね。相手やっぱ、矢の雨も持ってて、エレキとかもダックプリとかもいて、ちょっと範囲も多くて、怖いんですけど、それにすらも、結構余裕で勝てましたね。2施設っていうのも熱いっすね、この、墓石ゴブドリもね。マジで相手がさ、サンスペルとか、それぐらいじゃないと、何にでも戦えそうっすよね。なんだろうな。まあ、ほんと、ホグクエイクとかですよね。高回転ホグクエイクと、ユキとか来ると、まあ、唯一負けるかもしれないぐらいで、それ以外はもう、ね、こっちが攻めまくっちゃえば、っていうのもあるし、なんならスケキンスケブで、まあ、溶かせるんでね、ある程度。いや、これ、墓石を謎に延命しちゃう、俺。さあ、まあいいや。コウモリぐらいつけとくか。で、スキルは、あんまり、スケ出ないからな、と思いながら、これはコウモリ分が出るので、使っちゃおう。で、このスケに対応したいんですけど、オッケー。そしたら、こっちがね、タルカ今、ないんじゃね？あるか。はい。吹き矢のタルユキか。まあ、バルーンとかなのかな。バルーン臭いですけど、まあ、ちょっとわかんないですね。吹き矢がちょっとめんどくさいですかね、僕からしたら。まあ、これも無視でいいか。さあ、ドリルで攻めて、ボムタワーぐらいが出てきそうですけど。いや、わかんねえな。マジで何のデッキなんだろう。アゴメガが吹き矢かな。バルーンかスケラ？バルーンかスケラっすね。いや、だからタルユキでしょ。いや、バルーンだよねっていう。さまい、コウモリやりゴブで頑張ろうぜっていうやつですね。えい、コウモリでルート強制できた。しかもマジで。そんなすごい狙ってるわけでもなく、たまたま。よいしょ。いやー、痛えけど、スケキンのスキル溜まったんで、さあ、トントンでしょ。てかなんか、多くないさっきからこの、サンスペルというか、スペル積んでる人。ちょっと嫌っすね。これ、無視してね、左側のスケがちょっと入るっていう、これやばくないですか。いやー、吹き矢がやべえ。
キヤがやべえよ。まあでもタルユキなんで僕のアウトローも結構無双しますね。よいしょ。さあ墓石で釣ってあげて、最悪ドリルでも釣れますね僕。うん、この槍一体でなんとかなるんじゃね。この槍で、うん、いい槍だ、よく頑張った槍。危ねえ、危なすぎる、怖すぎる。で正直左サイド攻めたいな。でもボムタワーがねやっぱ地味に厄介。さあウトロを、よいしょ。さあこれ絶対どれかは生きるでしょ、どれかは生きる。さあこれ結構いい攻めっすよ、両サイドね、両サイドね。スケキンのスキル、あバッテリーごめんなさい。でここでスケキンのスキルよ。でチクチク吹き矢やれ、吹き矢やれ、吹き矢やったら熱いけど吹き矢が強い。さあ吹き矢はさすがにやることはね結構むずいけど、いやでもいいね、施設も2個あるからさ、対空攻入ったらさ普通危ないんですけどなんとかなるって。でさボムの逆サイにスケバル飛ばしてスケキンで回収していきます。これなずるいよな、常にフルマックスっていう。でディガーの処理用、さバルーン用、いろいろね分けてね。やべ、さ雪がね飛んでくる。さあカウンター、オイラのターンだ、レッツゴー。いやコウモリが、コウモリが、いや何かが入ってくれ、何かが入りそうだけど、スケキンかスケバレか。さあ雪玉、いや相手も事故んないですね、こんだけやっててさ事故んないのすごいっすね。うん、さあ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 攻める、スケブ、いやこれうざいだろうなこれ。これね自分が使っててうざいなと思うんですから、使われたら相当っすよこれ。でボム使ったらドリルもね相手受けきついですから。これマジでバカ楽しいっすよこれ。来たな新しいデッキが生まれて急に。これさディガー来るっすよ、こっちディガーバルーン、相手はこれしかすることないですからね、それだけ読んで。あとはバルーンを釣れないことがなければさすがに耐えれそう。オーケー。さあというわけでマジでめちゃくちゃ強いしおもろいかもしれない、これやばくないですかこれ。僕こういうの大好きなんで、てかスケキン好きなんですよ、知ってるかな、多分わかると思うんですけど僕マジでよくスケキン使うんですよ。そうでもスケバルとかも意外と好きだから、いややばいぞこれ、一体何に負けるんだろうっていうのを逆に知りたくなって。まあ鉄壁の相手が嫌なんですかね、僕のダメージが全然入んなくて、だから遅延スケラとかかもしかしたら今回可能性ありますよね。そうそうそう、一生守られて僕のダメージが全然入んなくてタイブレイクで負けるみたいなことはありそう。あ、エレジャイかな、エレジャイっぽいな。まあエレジャイには、まあ、ボス、あのスケブでゴリゴリと、まああと2枚あるんでね僕、あの施設がね。あとはスケキンここ出して、あー墓石行かれるか、まあまあまあここのドリルが熱いっすね。あとゴルナイとかされると嫌なのか、まあ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 なんとかなるっしょ。よしで、まあ墓石せっかくなら置いてあげよう。おー、いやもうすごい。で何がどうなってるんでしょうっていう。いやーベビドラー、あんたそれは邪魔だ。で2周目エレジャー来ても普通は施設がないのがあるんすよね。うん、さあいやーベビドラのエイムがいい。さあこれコウモリの前につけられると熱かったっすけどね、相手のそれうまい。さあこれはもうお互いいて俺らも帰るか。さあ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 、まあ、アチャクイ、ダクプリ、ベビーですね。で、タル型ですね。まあ、スケバレ鬼飛ばすのと、ダクプリ咲いた時のゴブドリですね。まあ、タル給与されるとちょっと嫌なんですけどね。うん。さあ、まあ、墓石置き毒ぐらいだと思うな。で、レジャイ来る。まあ、ゆっくり合わせていこうか。無理せずね。まあ、ベビドラもいるんでね。ベビドラがね、地味厄介。これさ、行き過ぎかな、ダクプリベビーで守られるやつよ。まあいいや、行き過ぎぐらいがちょうどいいみたいなとこないかな。おでもこれベビドラやっつけてくれたら熱いな、なんかめっちゃ頑張ってるよな。でこの右サイドは右サイドでアウトローで回収できる。いやこのアウトローいいな。
サスケキンのスキルもね、使うときなさそうなんで、適当に使っていこう。アーチャクイ、あれ、めっちゃいい位置に長生きしてんな。ね。さあ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 、ドリルが多少は入ると。で、これでアウトロー回収か。いや、アウトローいいな。このスケキンで受けれない逆サイド受けれる。さあ、こうなってきたら僕はもう右サイドか。で、ここ一回飛ばして、これはスケキン回収で一旦ステイですね。そうそうそう。いや、ダメージは、いや、追い上げたっすよ。なんなら追い上げた。で、ここで攻めて、ね、完璧な形を作らせないっていう。で、右サイドは多少の許容もできると。いや、スケバツイ。ふっ。で、スケバレマジで、回ってきたら飛ばすぐらいでいかないと、僕のダメージ結構限られるんでね。いや、いいぞ。ここはダクプリがいないんで、まあ、エリシャ行けか。ゴブリン頑張れ。あ、これスケキン出すの忘れとった。そんなことある？出すの忘れとったってことある？やばいか。出すの忘れとったらさすがにやばいかな。いや、でも守れそう。相手も右サイドにね、変えてきましたね。さあ、小物大量。いやー、でもこれタイブレイクどうなんだろうな。勝てっかな、マジで。タイブレイク勝てるのかな。ライトニング削りが来るっすね、マジで。一生ドリルの落下とスケバレの落下っていう。いや、この2周目ドリル熱い。さあ、ライトニング削り来る。もう俺攻めるしか、多分あれっすね、もうこの手をやめたら負けるっす。この攻めの手を緩めたら負けるんで。オッケーオッケー。いやー、いや、いいよ。いやー、一回。さあ、ライトニングでもこれ追いつかれない。これドリルいるっすね。トルネが来る。お願い、宝石耐えて、耐えて。やばい。これドリル、あー、ドリル、にょこ、にょこー、にょこしてねえか。あー、あと10何歩や。さあ、16とかだ。いや、こういうのがあるんですね。この僕のやっぱ攻め手が限られてるから、くっそ、これ、悔しいっすね。まあ、超鉄壁相手になってくると、まあ、厄介ですね。だからまあ、どうなの、両サイゴリゴリぶっぱ説あるっすね。片サイだけだとちょっと苦しそうなので。おお、もう両サイゴリゴリぶっぱで、マジで2-1プランぐらいでいっか。1戦目ぐらいのなんか良かったっすね。両サイ振って振って振ってが。なので、マジで、これ相手序盤からちょっとやってきたんで、やり返します。おお、熱いんじゃない？ザップ使ったよ。いやー、縦線強えな。おお、なんかでも、苦しそう苦しそう苦しそう。回収したい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 。いや、微妙全然回収してないやないかい。もうちょっと回収してほしかったな。あ、でもこの2体が熱い。逆サイスケルトン部隊とかもやりたくなっちゃうもんな。まあ、でもザップ使ったんで、やな目があるなら、ああ、どうぞ。ね、ファイボー打ってくれるのはまあまあ、全然いい。うおおお、いや、結構入んの、結構入んの、うん、結構ありましたね。さあ、今回の相手はラバと、まあ、ラバルでしたね。まあ、ヤリゴブコウモリアウトローしかないものの、まあこっちが攻めてしまえばみたいなとこあるんですからね。で、スケドラいるんで、あんまこう固めすぎたくないですね。スケドラで全部回収されちゃうんで。うん、で攻めます。これマジで、これどっちか絶対対応できないです。うん、まあまあまあ。さあ、これで、でも結局4コスト大体スケドラ出してるんで、ここですぐバルーンとかもね、つけれることもなくって感じなので。さあ。これガールでいい感じにできんかな。おお、いや、バルーン。熱い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 。コウモリ頑張って頑張って。あ、ガールか、ガールか、ガールか。これザップやめて、ザップやめて。いや、ザップがない。でかいでかいでかい、ザップないのでかい。ザップないのでかいし、今墓石優秀か。さあ、これまたスケキンで回収してってやると、まあ、気づけばキングも折れちゃうんじゃないでしょうかっていう。
まあ公営のねスケドラとかマジで厄介ですけど、もう2-1とかね、ほんと 3-1、3-2 プランを考えて戦えればさ、ナイス。まあこっちの攻めが止まんないっすね。なんかこう常に攻めれるんで、この普通のデッキだったらね、手札に呪文来たりとか主軸切ったら攻めれないがあると思うんですけど、まあこのデッキに関してはね、本当に何回攻め数使っても、まあ何回でもね、攻めれますんで、まあそれがね、まあ強い部分というか、相手からしたらやっぱ嫌な部分でもありますよね。同じか。はい、ということで、まあ無限に攻めていきたいっすよね。変に防衛に回っちゃうと逆にね、苦しくなっちゃうよね、というわけで。さあ、回収していきましょう。なんか、スケキンでこの、ね、スケルトンとかさ、魂を回収するの忘れちゃうんですよね。これもったいないですからね、しっかり回収していきたいですね。で、ハンター墓石か、あんまないデッキですよね。ちょっとレア。まあ、チャージ、死毒みたいなとこあるっすけどね、めっちゃけ、スケキンのスキル。チャージというか、20体マックス出せるなら、飛ばし毒っすね。あー、スケラかなぁ。でもトリトンなんですよね。矢の飴っていうのがなんかスケラ臭いんですけど、周りのカードは結構ロイジャイとかそういうのでもいけそう。あ、これ墓石置いてからでもよかったかな。どうせハンター来るよな。ん？回ってないのか。さあ、しっかりスケキンで回収していきましょう。おいしい。いやー、すぐ溜まるっすね。これ20体だったと思うんですけど、スケキンのスキル多すぎなんすね、マジで。これは右攻めますね。左もプレッシャーかけながら、相手は左にね、ハンター出したいんですよ。そう、だから、ここで右側いっぱい行ってあげると、そうそう、ハンター出さなかったら出さなかったで、このメガナイト突破されるし、まあ、出したら出したで、右サイドダメージ与えられるよねっていうので、さあ、まあここちょっと歩いてもらって、これ矢の飴今使ったな。使ったし、出すか。まあ出さなくてもよかったか、これ。出さずになんか次の攻めにつなげてもよかったかもしれないんですけど、行っちゃえ、ボセッちゃん。さあ、あー、スケキン欲しい、スキルが欲しいんだ、貯めたい、ナイス。さあ、1900までいってんのか、結構いってるよね。これもう一回同じじゃね。そんな後取ってるわけではないんですけど、まあ、あ、これ結構熱い。ハンター使ったらこのコウモリが相手苦しい。さあ、この後の防衛ですね。結構僕が攻め攻めでコスト使ってるんで、逆サイドとかもね、普通に。おー。さあ、まさかのバルーン。で、これでもキング起動できるな。さあ、施設2個のね、強みです。対空が少ないんですけど、まあそこをね、カバーできる。この施設2個。バルーンは止まるよねっていう。いや、なんかずるいな。2施設結構ずるいな。さあ、どうしようかな。いや、マジで、まあ一生これしてれば負けなさそうっちゃ負けなさそうなんですよね。で、スケギンのスキルもマジ使えばメガナイトの HP 半分くらい溶かせるんですよ。あとはまあ相手にヤナアメ絶対使わせられるんで、結構まあ飛ばし毒っちゃ飛ばし毒かもしれないですね。あれ、宝石でしょ？あと69だ。まあ、69だって言っても、69がね、めっちゃ遠いんですけどね。もう一回飛ばさないといけない。オーケー、さあ、ナイス、ということで。いや、なんか、結構、何にでも戦えるね、すげえ。思った以上に万能デッキかもしれないですね。はい、というわけでね、とりあえず、めちゃくちゃおもろい、楽しいデッキだと思います。で、ユニットもポン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 出せるので、皆さんもね、ぜひ、気軽にね、はい、こちらのデッキ触ってみてください。よければ、チャンネル、高評価もね、よろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。